on the shining bright. Let my baby back tonight, we'll go. Baby, shining bright. When I say moon, I can't touch. Just keep on shining.一番人気があるから一番、小袋に負けないように大風呂敷を広げながらやっていきたいと思います。何でも結構ですよ。しょうもないねえ。まあそれでちょっと今そういうこともあろうかと、そうそうそう、もう一個第2案をご用意しております。もう一個考えております。それはザ・マミレーズというもう一人ベースのトミちゃんというのがおって、とにかく、いろんなものにまみれて成長していこうじゃないかと。で僕が1号でまみれず1号の血まみれと申します。で西野さんが汗まみれでございます。でベースのトミちゃんが泥まみれ。今日はなんか稲刈りをやってるようなんですけど、まさに泥まみれで頑張っております。まあそんなこんなで使い分けてグループをやってきたんです。そのチマミレーズを作ったマミレーズ、マミレーズですね。まだできて間もないんでちょっとまだ本人が把握できてないんです。今後より熟成させていきたいと思いますのでね、皆さんもお見知りおきのほど一つよろしくお願い申し上げます。ではフォークソング、伝統的な伝統的なトラディショナル。
マミレーズです。アスマミレーです。チマミレーです。二人合わせてマミレーズ。次も伝統的なトークサンドですかね。伝統的ですかね。はい、簡単な人。はい、あ、そうそうそう、簡単な人です、はい、サザンフォーク。
です。サンタから来ました、トークです。なんかね、なんかよく聞いたわ、それ、はい、ローマンズみたい、ローガンズ、いや、ね、あ、そんなバンドがおりましたな、ね、あそこに一人おりますな、僕たちはね、フォークデュオですから、ローガンズではございません、フォークデュオでございます、あくまでフォークにこだわっております、ね、かぐや、そう、かぐや、だから今日はね、あのチューリップハットを買ってこようと思ったんですけどね、近くの米田、呉服店に行くとですね、呉服屋さんだったんで着物しか売ってませんでした。で、なので、チューリップ、いやいや、今ちょっと間違えて頑張って、はーい、僕ディオです、大風呂敷です。それでは、はい、縁と吐きながらございますが、またあと2時間半ほどやらせていただきますので、とりあえず伝統的なフォークソング一発。今からカウントが、今からカウントがいない話なんですけど、カウントに合わそうとしてるから、カウントじゃないか、いや、だって新人バンドやねん、もう。しょうがないですね。分かれませんやんね、ねえ、カウント人に頼らない、いや、ヒーフーミI'm not afraid.
黒杉です。マンソーかわいい。だってフォークグループだもん。56歳と54歳かわいい。バカ者かわいい。バカ者57人は年ではない。人は年ではないですけど、そうそう、年相応に年が取れたもので、ね、あまりバカげたことをやってるとね、そうそう、やっぱり良識ある社会人としてですね、これからもね、過ごしていかないと。良識ある社会人バカなことはしたいけど、バカに見られるのは嫌ですからね。そうだね、やっぱりあのそんと、そんと、おっしゃるのいいじゃないですか。ありがとうございます。ね、で、ほんで、血まみれ、汗まみれとか。そうそうね、もうだいぶ汗まみれになってきましたけどね。まあ、青ちゃいますからね。どれに問題高いな。まみれず。で、こっちが何やったかな、どのまみれさんやったっけな。こっちですか。こっちはあの、あ、まみれずの時は血まみれ。こっちは汗まみれ。そうですね、汗まみれ。富ちゃんは。富ちゃん泥まみれ。あとだらけそういうのは。血だらけ、汗だらけ、泥だらけ。そうあの TPO に合わせてね、バンド名は使い分けできるんですね。これがやっぱりね、あのこれからの、日本の社会をですね、明るくしていくのではないか。こういう感じ、まあ、あんまり賢く聞こえません。ああ、そういや、まあ、こうやってあの皆さんと世間話してるのはね、非常にあの、世間話。あ、MC です、そうです、 MC です。なのでね、あの今ちょっとチューニングしてますけどね、あのこの人ね、機械というものにとことん弱い。この今こうハイテクのこのあの何ですか、譜面台ね。これ難しいですよ。でもこれね、あのスタジオで出るときにあの25分かかるんですよ、発音。25分はちょっと言い過ぎだけど、23分ぐらい。もう難しいですよ。またどれね。結構難しいですよ。結構血まみれになるの。あの雑に扱うと潰れるんですよ。あのデリックミュージックサービスでこうだから。いやバリケードにできる。あ、じゃあデリケートにできるんですかね。あの、思わないです。そうそう、もう結構すぎですよ。というわけで、まあ、あのお名残惜しゅうございますが、皆様とはもうこれっきりでございます。今虫も覚えて。そうね、これもそうそう、というわけで、はい、これもカウントが難しい。これこそカウント。皆さんカウントやめてください。そうそう、一人のリズムがあるから。もうあの今すごくのこう自分の中に閉じこもろうとしている今日の僕。このテンポですか。ね、違う入ってますか。今心臓バクバク言うてるんですよ。あかんねえ、誰や。みんな黙ってね。シュHey!
つけてくださった、ドルゲというバンドが出演する予定だったんですけど、ちょっとあの交通渋滞に巻き込まれたりしてですね、今到着されましたのでちょっと急遽、順番を入れ替えまして、先にニューハリマゲーターボーイズさんお願いします。しばしお待ちください。最高、アイアンメイド。
Thank you.
ライブハウスラストへお集まりの皆様、こんにちは。東ハリマにブルースイカとジャンピンなひとときをお届け、ニューハリマゲータボイでございます。しかしのお付き合いのほどよろしく、よろしく、よろしくお願いいたします。
台無しに乗せる携帯電話を盗み見ているという何とも恐ろしい結果が発表されました。会場にいらっしゃいます女の皆様、女性の皆様、盗み見てはいないでしょうか。いない、あ、目が合いましたね。見ていないでしょうか。いるでしょうね。はい